僕の愛しいあの子は肌が白くて通った鼻筋にしなやかな曲線美、それに羽の衣装が最高に似合ってるんだ。人間なんよね、ちゃんと。鳥の衣装、羽の衣装、これじゃね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。私はちょっと今ヒントなしで二人目を探したいんだって言っても周りの反応とかでわかると思うんやけどな。あんな感じのを見つければいいってことよね。ってことは思っとったより簡単なんやない？もうなんかめちゃくちゃわかりやすかったしねえ、どうした？何見てんの？怖い。終末の日は近い。胎児は地に落ち、間もなく邪悪なる神が復活なさるのだ。私にはありありと感じられる。笑いに満ちた幸福な世界も今のうちさ。いずれお前たちは底なしの絶望を味わう。この私の予言をよーく覚えておくんだな。この人なんかずっとこんな感じやったよね。なんかそうやったような気がするけど。中二病かな？みたいな。この人は、あ、別に男とは限らんねよね。女の子でも、まあ、おるなら、いいわけでして、声かけてみるか？胎児が落ちてしばらく経った頃から、ファーリス王子はお城に引きこもりきり、全くお姿を見てないの。王国中の有名な学士たちがお城に集められていることと何か関係があるのかしら？まあ、関係は、あるんじゃないかい？多分。ちょ、待って、さっきこっちから行ったけん、次こっち行こう。こっち側にも、左右で一人ずつおる気がする。なんとなく。こういう目立たない。いや、やっぱ目立つか。あ、こいつ！絶対そうやん。よ。ああ、愛しい君を笑わせるには一体どうすればいいんだろう。どうか僕の太鼓で笑顔を見せておくれ。そんなしけた面で叩かれてもね。この人の太鼓はなかなかどの場合だ。サーカスの助っ人に誘いますか？はい。シュービは太鼓を叩いている兵士をサーカスの助っ人に誘った。え？僕をサーカスの助っ人に？僕はもともとシルビアさんの大ファンだから嬉しいけど、今はちょっと無理なんだ。胎児が落ちたあの日から、笑顔を失った愛しいあの子を笑わせるために、僕は太鼓の練習を続けなきゃダメなんだよ。まあ、誰かの笑顔のために頑張るなんてとっても素敵だわ。ねえ、私にあなたのお手伝いをさせて。そして、もしその子を笑顔にできたら、サーカスの公演に参加してくれないかしら。本当かい？もちろんいいさ。あの子の笑顔が見られるなら、僕は助っ人だって何だってするよ。僕の愛しいあの子は、肌が白くて、通った鼻筋にしなやかな曲線美。それに、羽の衣装が最高に似合ってるんだ。今頃あの子は町の北西で休んでいるはず。話を聞いてもらって、彼女を笑顔にするきっかけ見つかったら嬉しいな。町の北西。人間ないよね、ちゃんと。町の北西。違うよね。鳥の衣装？羽の衣装？これじゃね？これじゃね？シルビアの愛母マーガレットだ。今にも泣き出してしまいそうなほど瞳の色が悲しみに沈んでいる。マーガレットちゃん、あなたもこの世界の異変を悲しんでいるのね。心なしか白い毛並みも曇って。って、この白い肌、通った鼻筋、脚線美、羽の衣装が似合う。よね。まさか兵士ちゃんが愛するあの子って、てかシルビアの馬やったんか。シルビアさーん。いても立ってもいられなくって、愛しいあの子、マーガレットの様子を僕も見に来ちゃったよ。いやなんか、最初から、すごい、ね。周りくどい言い回しやけん人間じゃないんじゃないかなーって思ったけどね。驚いた。あなたの笑顔にしたい子ってマーガレットちゃんだったの？この子は私の相場、大切な仲間よ。え？シルビアさんの相場？なるほど。マーガレットの優雅さはシルビアさん譲りだったのか。この子はね、音楽やダンスが大好きなの。軽快なリズムで気分を盛り上げてあげればきっと笑顔を取り戻すはずよ。なるほど。でも僕の太鼓だけじゃ彼女の心には全然響かないんだ。一体どうしたら？のんのん。あなたの太鼓はとっても素敵。それでも足りないなら、この旅芸人、シルビアにお任せあれ。まあ、飼い主やげんねん。さあみんな、マーガレットちゃんに最高のセッションを聞かせてあげましょう。はい。
一応あれか、ストーリー上で仲間になった人しかこういうところに出てこんねやねん。なんか後ろでもさりげなく女の子が踊りようやけど。シルビアとバッチのセッションがかつてないグルーヴを生んだ。ヒーン。おお、周りも元気になったよ。シルビアの相棒、マーガレットはとても楽しそうに笑っている。笑ったぞ。愛しのマーガレットが笑った。ありがとう、シルビアさんのおかげだよ。てか人の相棒を勝手に愛しのマーガレットとか言われてもね。いいえ、みんなの力があったからこそよ。ねえ、サーカスの舞台に一緒に立って、もっと多くの人を笑顔にしてみない？僕の太鼓が力になるなら、お約束通り、喜んで。太鼓が得意なサマディの兵士がサーカスの助っ人を引き受けてくれた。あ、そういえばマーガレットがお礼にって素敵なものをくれたんだ。これはシルビアさんが受け取ってくれよ。まあ、なんてかぐわしい香り。いらねえ。シルビアは馬の糞を手に入れた。さてと、助っ人を二人集めたでゲスね。サーカスの入り口にいる新米団員さんに報告に行きましょう。よし、これで。あれ？もう踊ってない。ってことはやっぱり、さっきのセッションでってことか？シルビアさん、見てたわよ。あの太鼓の兵士さんとのセッション、とっても活かしてたわね。特に太鼓が上手な兵士さんってば、優しそうでとても素敵。私すっかりファンになっちゃった。やっぱりあれでやったんや。ずっと踊りよるキャラかなって思ったけど違ったわ。よーし、目指せー。サーカスー。人集まるんかな？演者がおっても見に来る人がおらんかったらね。シルビアさん、お疲れ様でーす。あなたのおかげで、助っ人になってくれる人が無事に二人来てくれたっすよ。公演の準備は大体終わったし、これでいつでも最後の公演を開けるっす。あとはシルビアさんにお任せします。公演出る準備が整ったら、この中にいる団長に声をかけてくださいね。よし、大丈夫よ、もう。全然。どうもお久しぶりです。お久しぶりね、団長。シルビアさん、あなたがどうしてここに？こんなご時世でもみんなの笑顔のためにサーカスを開こうとする素敵なおバカさんの力になるためよ。それじゃあ先ほど来てくださった助っ人たちはあなたが？ああ、なんとお礼を言ったらいいか。お礼なんかいいのよ。それより団長、準備はいいかしら？さあ、みんながショーの開演を待ってるわ。はい、準備はできています。それじゃあ気合い入れていくわよ。サマディのサーカスが暗い世界に送る、最初で最後のスーパーステージ。さあ、幕を上げましょう。宣伝とかは？Ladies and gentlemen! 本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。それで集まってくるみんな。めちゃくちゃみんな下向いとるやん、大丈夫なん？そんな状態でサーカス見に来る？さあさあ皆様、前を向いて。今はさ、気分が落ち込んでいるからって下ばかり見ていてはもったいない。ねえ、ステージ見に来る態度じゃないよね。サーカスの終幕を飾るにふさわしい、サマディ王国のスーパースター、帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。来たよ来たよ、シュルビアさんが。まず最初、お前らかーい。スーパースターって言われて、なんかこの人ら出てきてもようこそ。いいな、サーカス見に行きたいな。小さい頃しか行ったことない気がする。びっくりした、怖い。事故ったかと思った。登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける、希望の旅芸人シルビア。まか不思議なショーをとくとご覧あれ。来たよ来たよ、盛り上がるね、きっとこれは。すげえな、サーカスっていうかもうマジックショーだね。はーい。様、今宵は最高のショーをお楽しみください。たった5人やけど、そのうちの1人団長やし。こうしてサーカスのラストショーは幕を開け、一夜限りのシルビアのスーパーステージは人々にひとときの安らぎを与えた。
そしてサーカスは幕を閉じた。またこの先あれか、平和な世の中が来たら開幕する感じかな。シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。これでも一生終わりってわけじゃないやろ、きっと。本当にありがとうございました。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。それと同じことを今シルビアさんはやっているよね。辛い旅だろうに、彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。これはシルビアさんが探しよるって言った人らやっけ。そんな話なかったっけ。その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。もう伝説的な存在なんやね。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れ笑顔を広げるその姿に。お、ついてきそうな感じじゃない雰囲気的に。サーカスを休業するのはやめます、ね、そうなんかい。町の人たちが心から笑える日まで。ってことはサーカスを取り入れるのはダメなんやね。私も諦めずに頑張りますよ。取り入れる、取り込む。そこの3人もか、そのまんま残るやろうね。私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。あのシルビアさん、何ついてくる君。こんなにサーカス人が少ないのに。俺たちシルビアさんの元で修行して、え、団長しか残らんねやない。大丈夫、サーカス休業戦って今宣言したのに演者がおらんくなるけど。気持ちはとっても嬉しいけどサーカスの心だってあるし。そうそうそう、私一人ですけどってなるやん。それともサーカスごとやっぱ来ます？わかった、いいだろう。思う存分修行してきなさい。私はいつまでも待っているからね。しばらくは休業せざるを得ない状態に。シルビアさん、こいつらを頼みます。さっき加わったばっかの2人までもうすでにこいつら扱い。シルビア流の修行は厳しいわよ。ビッシバッシ鍛えてあげるから覚悟なさいね、あなたたち。団長も一緒に来てさ、行く先行く先でやったらいいのにね。サーカスこの街でやりたいんかな。お、バトルのサポートをしてくれる仲間を入れ替えられるようになった。キャンプで仲間に話しかけてみよう。あ、いっぱい増えたけんやなるほどね、変えていけるんや。へー、何踊ってんすかなるほど、予備校やった。でとりあえずキャンプに行ってサポートキャラを入れ替えましょうかね。さっき加わった3人とかにする？遠いなぁ、キャンプ。もうマップ上で見たらあれやけど。え、てかさ、あれは？あの馬連れてくればよかったんじゃない？ねえ、せっかくの。そしたらあのベルも使えるんじゃない？ん？下の方か？こっちか。待て。どこだ、キャンプ。いや、まだまだやったね。こっちやった。まだまだ全然こっちの方やった。え、これさ、これ引き返していくより先に進んだ方が良かったのでは？と、若干思ってるんだけど。ほら、ホムスビ産地あっちやし。まあいいや。まあいいや。とりあえず、キャンプ場に行って入れ替えよう。うんうん。まあでも、ホムスビ産地まであとちょっとって感じやね。あれやな。おいしいおいしい。てかあの銀英詩人は加わらんのかね、結局。加わってくれればいいのに。今話しかけたらなんか反応違うかも。どうも。ああ、同じことしか言わねえ。
ここでキャンプをしましょう。私多分前回もさ、なかなかキャンプとかしてなかったと思うんやけど、あーなんかすごいね、これどん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 増えていくんやろ。おー、いいじゃないっすか。あ、そっか、これは関係なくおるんよね。これよっ、お疲れ様でぃ。新米サーカス団員のパンチョス。ハートの強さなら誰にも負けないっすよ。チャラいな。どんな時にも仲間を応援して、皆さんの戦う元気を引き出すっす。それ、ハッスル、ハッスル。あ、それぞれちゃんと役割があるって感じやね。ハッスル、ハッスルってことは回復してくれるんじゃない?ってことは加えようよ。何?どうやったら加えれるんこれ。ちわっす。ちわっす。とりあえず特徴を掴んでいくとして、俺はドテゴロ一味のナンバー2、海の男のモレオってんだ。じいちゃんちこむの自慢のとわみで、魔物たちをがんじがらめにしてやら。あとは煮るなり焼くなり、ご自由にってな。身動きを取れん感じにしてくれるんかな。自慢のとわみで敵を捕らえ、守備力を下げるドテゴロ一味のモレオを今のメンバーと入れ替えますか。あれ?この選択肢が出るってことは、こいつは?ハッスルハッスルとか言ったくせに、貢献してくれんってこと?何よそれ、役立たずやんか。姉さんよ。で、俺はドテゴロ。盗賊団の親分だなんて言ったってことは忘れてくれよ。本当は潮風が似合う海の男なんだぜ。戦いとなや自慢の槍さばきで魔物たちを三枚おろしにしてやるさ。海で釣り上げた魚みてえんな。あれ、入れ替えできないですけど。なんなんやろ。あ、今現在、パーティーにおるってことかな、もしかして。え、今現在の。え、どうやって見るん?わからん。こいつと話したらわかる?ちょっと待ってね。今がこの4人ってことか。なるほどね。ドテゴロ一味の親分、太鼓が得意な兵士。え、このメンバーな、マジで。ちょっと待って。太鼓が得意な兵士と玉使いの占い師は一体何ができるの?太鼓、君か。うんうん。どんどんどん、太鼓が得意なバッチだよ。騎士時代は仲間を戦いに送り出すとき、守りの太鼓を叩くのが僕の役目だったんだ。守備力アップ。この度でも僕の太鼓がみんなを守る力になるよう、一生懸命太鼓を叩くよ。君は?いやー。占い師ってのはよ、魔法の勉強もちょっとはかじってるもんなんだ。もちろん俺も覚えがあるぜ。魔法使いほど強力な呪文を使えねえが、ちょっとは期待してくれていいぜ。成功するかどうかは玉の身とするってな。魔法系か。あなた回復じゃないの、うん、私はイソム、神に使える身。このような世の中だからこそ、神の言葉を代弁し、迷える人々を導くのが私の役目です。しかし、どうにも熱が入りすぎるためか、話が長くなるのが私の悪い癖でして。以前魔物を相手に、何とか教えを解いてみようとしたところ、いつの間にかぐっすり眠られてしまいました。ほう。熱心な席は魔物にとっては子守唄。そういう感じなんやね。回復じゃないんや。不眠症の神父、イソム。相手を眠らせるのか。君は?俺はドテゴロ一味のデニス。海の男だった頃には鈍くさいって船長にはよく叱られたもんだよ。でもさ、俺にだって特技はあるんだ。海の男の間じゃ、俺の船音を聞くと力が湧いてくるって評判なんだぜ。陽気な船音で仲間全員の攻撃力と素早さを上げるドテコロ一味のデニス。どうしよっかなぁ。じゃあ太鼓と入れ替えよっかなぁ。任しとけ。俺でいいのかい?うほー、わかった。頑張るよ。頑張ってくれ。アリスちゃんはあっちからよね。姉さん!この旅で仲間になった皆さんを見てると、シルビア姉さんと出会った頃の自分をついつい思い出しちまうでガスよ。世界に絶望して荒れていた足は、真っ暗闇の迷路の中で迷っちまっていた。その時、姉さんに出会ったりです。なんてやめだやめ。昔話は神器臭くできないや。この話はまた今度でガスね。アリスちゃんはもしかして強制参加かな?かもしれんね。とりあえずじゃあこの4人で、いい感じじゃない?攻撃力アップに、じゃあ攻撃してくれるやつ、魔法攻撃で回復してくれるやつ。めっちゃいいやん。守備力外したけど。私自身がね、ゴリ押しでイケイケタイプやけん。これで、よし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次がホムラの里やっけ、名前そんな名前やったっけ。うん、そこに向かって、そこでまた一徹となんかあるんかな、まあ、とりあえずもう帰っとるやろうけん話は聞きたいよね。